ができたから概要欄からチャンネル登録してね。それじゃあお話スタート。今日は楽しみにしてた恒例のお泊まり会。このリュックの中にも遊ぶものいっぱい詰め込んできたんだ。またいらないものたくさん持ってきたんじゃないの。あーでも見てよ、ビクトリア先生がハチマキをして立ってるわ。おはようございます。今日はみんながとても楽しみにしていた学校のお泊まり会ですね。だけどただのお泊まり会ではありません。今日は24時間チャレンジカタカナ禁止お泊まり会です。カタカナ禁止？その通り、英語を含むカタカナ全て禁止です。もしカタカナを言ってるのが私に聞こえたらアウトです。今のアウトみたいなカタカナを使ったら私が笛を吹いてダメ認定をします。そして言ってしまった人には罰ゲームをしてもらいますよ。ちなみに私たち先生はカタカナを使っても OK です。先生たちはよくて私たちは罰ゲームだっちゃ。ずるいっちゃずるいっちゃ。でも面白そうじゃないか。俺みたいに切り替えの早い頭のいい人間は絶対に失敗しないから大丈夫なのだ。うわー、またいつもの自信満々。うっかり言っちゃって罰ゲームになればいいのに。俺が罰ゲームを書いた紙をこの箱の中にいっぱい入れたからお前らどんどん間違ってくれよ。恥ずかしい罰ゲームがいっぱいだぞ。ケンタ先生が考えただなんてとんでもないこと書いてそうだな。それでは今から24時間カタカナ禁止お泊まり会よーいスタート。なあダニー、アメリカ生活が長かった私らは英語に馴染んでるからさ、どうしたって出ちゃうだろ。不利じゃないかい。まあまあ、いざとなったら罰ゲームを受けりゃいいっすよ。私はかっこ悪い罰ゲームだなんて嫌だね。それじゃあ頑張るしかないっすよ。そこの二人、もう今サンディちゃんはアメリカ、そして二人ともゲームって言ったわよね。よって二人ともダメ認定です。ほいほい、サンディ姉さんにダニー、記念すべき罰ゲーム第1号になります。チックショー。だけど私は正々堂々ルールには従うぜ。あ、ルールもいけなかったのか。ほんと難しいゲームだね。あ、また行っちゃった。一体私が罰ですることは何だい。尻文字で好きな人の名前を書く。なんだよ尻文字って、やっぱりかっこ悪そうな罰じゃないかい。姉貴、それはなかなか嫌なやつっすね。俺は腹筋30回マジっすか。俺こう見えて体力も根性もないっすよ。そんなこと言ってても罰ゲームは罰ゲームだ。ほら俺が足を押さえててやるから腹筋スタートだ。ひえー、1、2、3。あー、もうダメっす。腹筋がプルプルしてこれやばいっす。そうそう、サンディもそこで見てないで尻文字スタートだぞ。わかったよ、やりゃいいんだろ。私の好きな人の名前はこともない情報だったし、これを尻文字で伝える日が来るなんて。でもでもサンディ姉さん最高。姉さんが恥ずかしがるってなかなかレアじゃない。ケイちゃん今なんて。はい、レアって言ってしまいました。
ダメ認定です。ケンタ先生、ケイちゃんも罰ゲームです。おーおー、早くも次はケイちゃんか。お前ら罰ゲームのスピードちょっと速すぎるぞ。よし、早速引くんだ。はいはい。私はなんだろう。せーの、はい。目隠しをして何かを当てろ。これって絶対。はい、早速スタートするぞ。ちょっと待って、こういうのってテレビでよく見るけど、中身って絶対気持ち悪いものとか虫とかじゃない？ケイちゃん頑張って。ケイ、怖がらないで当てるのよ。怖がらないとか無理に決まってるじゃん。はい、それじゃあケイちゃん、もうちょっと前に出て触ってみてね。逃げられないぞ。でも相手がいないとできないわよね。それじゃあいつも仲のいいリオちゃんでどうかしら。私仲なんか良くないですよ。むしろ悪い。そうなのだ。こいつに壁ドンなんて絶対したくないのだ。私だってエイジ君に壁ドンされるとか絶対やだ。はいはい、いやいや言ってないで、決められたことはするする。あっちの壁でどうぞどうぞ。はあ、仕方ない、やらないと終われないからやるのだ。本当に言ってんの？私の初めての壁ドンの相手は大好きな人って決めてるのに。ごちゃ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 うるさいのだ。エイジ君、ヒルヒルやるじゃん。エイジ男らしいぜ。これでもういいのだ。うんうん、エイジやるときはやるじゃん。かっこよかったよ。うるさいのだ。ドキドキしたって何を
いカタカナ使えるから。使っちゃダメ、使っちゃダメって思うとなかなか喋れなくなるもんだよな。うわうわ、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。あ、でも食べるために必要なあれがない。ちょっと私みんなの分取ってくる。はい、まずはチャック、どうぞ。オーケー、俺の分までサンキューだぜ。あ、サンキュー。チャック君、ダメ認定です。チャック、残念だったな。俺の罰ゲームは臭いセリフで好きな人に告白だぜ。おお、それなら罰ゲームでも何でもなくいつもしていることだぜ。ええケー、俺の太陽になってくれないかだぜ。うわー、臭いセリフだけど意味わかんない。じゃあケーへの愛の大きさは宇宙くらいあるぜ。つまり無限に果てしないってことだぜ。これもまたわけわかめ。じゃあ生きている意味を探してたけどやっと見つけたぜ。俺は K に会うために生まれてきたんだぜ。キー、寒すぎて鳥肌立つ。おいおいおい、そんなこと言わずに俺の愛を受け止めてくれだぜ。本当いつものチャックと変わらないわね。うんうん、それからもカタカナを言ってしまい、生徒の罰ゲームは続き、夜学校にお泊まりして何が楽しいかって外で寝ることだよね。そういえばケン、楽しいもの持ってきてるって言ってたけど、それは何だったの？それはね、じゃじゃん、これだよこれ。あー、ケイちゃんナイス、トランプ持ってきたのね。ナイスにトランプ、ダメ認定。あー、つい言っちゃった。罰ゲームはぐるぐるバット。わー、私これ苦手中の苦手だ。頑張れ、しおん。3、4、5。あー、もうダメだ。大丈夫か、しおん。早くみんなで寝るあの三角の家を作ってそこで休もう。おー、三角の家ってなんだっけ？はあ、そんなのテントに決まってるだろう。テント、カタカナです。あー、言わないように。三角の家って言ったのにルナが聞いてきたせいで気が緩んでしまった。私のせいだった。くそ、俺もとうとう罰ゲームか。こちょこちょ、おっしゃー、みんなでレオをくすぐりまくれ。イエーイ、こちょ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 、くすぐりまくるとぜ。やりはれよ、これくすぐられるの本当に苦手なんだから。はぁ、あ、はぁ、あ、疲れた。いつも冷静沈着なレオの意外な姿ね。罰ゲームは大変だったけど、やっぱりお泊まり会は楽しいね。すごく綺麗な星空だし、ケイとこんなロマンチックな夜を一緒に過ごせて幸せだぜ。ロマンチック、カタカナです。うわー、びっくりした。こんな時間までやるの？言ったでしょ、24時間チャレンジだって。残念だったな、チャック。2回目の罰ゲームだ、ほら引け。おいおいおい、油断したぜ。顔に落書き。最後の最後で残念だったな、チャック。でも俺が面白い顔にしてやるから楽しみにしてろ。よし、みんなに見せていいぞ。みんな俺の顔どうかだぜ。おお、みんなが笑ってくれてるからなんだか俺嬉しいぜ。なんかお前芸をする人みたいだな。そうかだぜ。あら、よっとほーら、よっとよよいのよいっと。マジわけわかめすぎる。こうして子供たちは楽しく眠りにつき、みんな朝よ、出てきておいで。おお、よく眠れたぜ。私はまだ眠る。あれから24時間経ったということで、カタカナ禁止のお泊まり会は終了です。やったー、終わったー。これでもう気にせず喋れる。難しかったけどなかなか楽しかったよな。うん、またいろんな縛りをしながら24時間生活
禁止。面白そう。みんなもやってみたいって思った子は評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。